はい、それでは始めていきましょう。セブンデイズクラフト、明けましておめでとう、ヤキヨです。約1年ぶりのね、セブンデイズクラフトですね。はい、非常に燃えております私。はい、ということでですね、早速ですけど企画に集まっていただいた皆さん、いっぱいいらっしゃいますので紹介していきましょう。こら動くな動くな、ブロックのところから動くな、そこの右の赤いの動くな動くな。では参加メンバー1人目、まーさんです。りゅうさんです。お米さん、なぜスカートを履いている。くえこさん、え、あれ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 ココナッティ、ここは PVP エリアじゃない。ルカさん、はい、プラティさん、衣装どうした、あれなんか違くない衣装。はい、ST さん、え、なんか、なんだろうな、なんかお菓子のキャラクターっぽい感じが。はい、青さん、うん、いつも通りで君は安心するよ。うん、サンタの帽子どうしたのかな、お正月企画だぞ、おい。ということで、以上、私も含めて10人で、セブンデイズクラフトやっていこうと思います。ちょっとルカさんとリュウさんはね、後で合流するんで、少し待ちましょう。はい、ということで、建築企画ということになりますので、早速皆さん、建築会場準備、会場準備しておりますので、皆さんついてきてください。はい、今回はこの区画、この区画にね、何を作るかと言いますと、まあ、お正月なので、神社をね、作っていこうと思います。はい。お正月企画だけに映えるでしょう。ただね、それだけじゃないんですよ。それだけじゃない。なんと、この区画割りの目の前になぜか長い棒が一本、お空まで伸びております。これは何かと言いますと、この建築予定地、地面の上ではなく、お空に建てちゃいます。ということで、今回のテーマは、天空神社でございます。はい。よろしくね。はい。ということで、そうなんですよ。ちょっと初めての試みでね、これ、セブンデイズできるのかっていう話なんですけど、できるんですよ。デバッグモードを使って、デバッグモードになってると、ここ、物理法則有効っていうところ、このチェックマークを外すと、はい。例えば、ここのブロックね、抜いたとしても、上、崩れません。はい。これが物理法則無効っていうやつですね。今回はこのモードを使ってみんなで遊んでいきたいと思います。はい、ということでね、早速問題があって、この区画をね、お空に上げないといけないんですよ。はい、まあ、とりあえずこのね、間取りの四隅4箇所を、まあ同じようにこうやって柱を立ててってね、上に伸ばしていきたいかなと思います。はい、じゃあせっかくだからね、ちょっとレースでもやっていきましょうか。あ、一番早く上まで着いた人には、うん、自分のチャンネル10秒くらい、うん、紹介してもろて。はい。よし、じゃ、ということでレースをやっていきたいんですけど、4人どうしようかな。ナッティ、マーさん、ST さん、お米さん。よし、この4人で行こう。じゃ、この4人は仲良くそれぞれ四隅に行ってください。仲良く四隅？いや、バラバラに四隅に行ってください。はい。保管ボックスが私のところにあります。保管ボックス。この保管ボックスの中にフレームキューブ189個あるんで、これをね、一番早く上まで積み上げた人が優勝ということにしていきたいと思います。じゃあ早速ね、レースやっていきましょうか。さあ始まりました。第1回セブンデイズクラフト杯。限界コードブロック積みステークス G1。ブロックを189個、いかに早く積むかで競われます。実況は私、青。解説は薬莢チャンネルの薬莢さんでお送りいたします。薬莢さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、天気は少し吹雪いてますかね、これはね。そうですね。ちょっと吹雪いてますけれども、はい、草原バイオームにいらっしゃる方には多分影響がないですけれども、雪バイオームにいる方々には少し不利かもしれません。まあ、そこもレースの面白いところですね。そうですね。横風で落とされるプレイヤーもいるかもしれません。それでは出場選手を紹介いたします。1枠1番ココナタチャンネルからココナッティ選手。はい、今回からセブンデイズクラフトに参戦するココナッティ選手、武器の扱いがトップレベルの選手ですが、果たしてウッドフレームの扱いもうまいのか、非常に気になるところですね。2枠2番リュー&マーチャンネルからマー選手。セブンデイズクラフトの癒してマー選手です。青さんと私の喧嘩が始まってもマーさんがいれば即解決しますね。むしろマーさんになだめてほしくて喧嘩してるようなもんですね。レース関係ないですね。はい。3枠3番ちょっと待って、笑っちゃった。ふざけんのお前
何を言ってんだと思って、すみません失礼しました。3枠3番 ST チャンネルから ST 選手。穴掘り大好き ST 選手です。黙々と作業する集中力は優勝する要素として十分でしょう。ただ割とおっちょこちょいなところもあるんですよね。落ちないかなって期待してます。これ逆に ST 選手掘ってしまう可能性はありませんか？あ、十分にありえますね。はい。それでは4枠4番ライズアッププラスお米チャンネルからお米選手。レース界切って、期待大お米選手でございます。彼も迎撃拠点を作るブロックのプロですからね、侮れないですね。今日のレースのためにコンディションをしっかり整えてきたようですね。ケズヤがいいですね。189ブロックで拠点を建築してしまうということもあるかもしれませんね。あ、そうですね、十分にありえますね。何するかこの4人分かりませんからね。ちゃんとレースになるのか心配ですが、以上の4名で競われます。薬莢さんの銃声を合図にスタートとなります。選手の皆さん準備はよろしいでしょうか？それでは体制完了。スタートしました。おっと、ココナッティ選手がまずは飛び出したが、奥はマー選手ですね。マー選手ちょっと遅れてますね。銃声の反応が遅れたんでしょうか。やっぱココナッティ選手調子良さそうですね。薬莢さんいかがですか？あ、いいですね。やっぱマーさんがちょっとおっちょこちょいを発揮していて非常に癒されますね。ただしお米選手もだいぶ追い上げてきた。お米選手追い上げてきましたね。おっと、ココナタ選手とお米選手だいぶ並んでおります。おっと、お米選手、これはココナッティ選手抜きましたでしょうか？薬莢さんいかがでしょう？あ、抜きました、抜きましたね。早い。あ、でも競っている、早い。どちらも早いです。これはいい感じですね。しかし、ST 選手とマー選手、マー選手だいぶ遅れてしまいました。マー選手何をしてるんでしょうか？マー選手だいぶ遅い。どうしてだ？マー選手。マー選手。薬莢選手じゃない。薬莢さん、マー選手の様子はいかがですか？いやー、癒されますね。ずっと見てたい。あー、ずれた。柱がずれ始まった。修正しています。あ、というか、そろそろゴール近くなってきたので、お米選手、ココナッティ選手が、だいぶ競って、頂上付近まで来てますね。薬莢さん、これはゴール地点は、このブロックの1番目ということでよろしいでしょうか？はい、そうです。同じ高さまで積み上げたら勝ちでございます。ST 選手に全然触れてませんが、ST 選手いかがですか？あ、もう ST 選手はちょっともう今回しょうがないですね。さあ、2人の戦い見ていきましょう。はい、あ、佳境待ってまいりましたが、お米選手とココナッティ選手、さあ、どちらが早い？お、お米選手、今、1着でゴールほぼ同時。わあ、惜しい。ココナッティ選手、惜しくも2位となりました。お米選手、優勝です。素晴らしいですね。おめでとうございます。さて、マー選手はまだ積み上げておりますね。ST 選手は、レースから ST 選手脱落しているんでしょうか？ST 選手、 なかったことにしましたね。戻ってきました。なかったことにしましたね。あー、まだまだ頑張っております。試合を放棄しておりません。熱いぞ ST。 ではお米さん、優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。どうですか今の気持ちは？実はね、ギリギリで負けてやろうと思ってたのになぜか勝っちゃいました。ごめんなさい。いや、最後の1ブロック積んだところで飛び降りようと思ってたんですけど、操作できませんでした。あ、なるほど。取れ高失敗したって感じですね。失敗しました、ね、美味しくなかったですね。正直でよろしい。ではお米選手、準備はよろしいでしょうか？はい、チャンネル宣伝タイムスタート。ライズアッププラスお米っていうチャンネルをやってます。迎撃拠点とかいろいろ作ったり検証したりとかしていますので、ぜひ一度皆さん見ていただければと思っております。終了。よし、じゃあ早速建築始めていきましょうか。今積み上がったブロックあるんで、まずこれをつなげてね、土台にしていきましょうか。地面は何ブロック？地面はね、最終的には石ブロックの上に表土を重ねて、できるだけ自然っぽい感じにしていきます。とりあえずこのウッドフレームは後で取り除きます。なのでこれは仮の土台としてください。よし。うわ、あっという間だな。前回のね、セブンデイズクラフト第1回目、8人でやったんだよね。で、今回、ルカさんとココナッティの2人がね、協力してくれるっていうことで、新たにメンバー加わってるので、さらにね、作業が早いっすね。素晴らしいですね。じゃあ、せっかくなんでね、ST さん、
2022年振り返って、簡単に一言で言うとどんな年でした？犬？何を言ってるんだ？あれっていうか2022年って何年？トラやないかい。よし、ナイスー。よし、いい感じに、じゃあ土台が揃えましたね。じゃあそしたら、プラティ、アオさん、マーさん、ST さん。まあ、設計図最初に渡してるから大丈夫だと思うけど、ここにね、15×15 のプラティさんが建築をするための土台を作ってください。はい。プエコさん、お米さん、ナッティ、ルカさんチーム。この4名の人たちは、ここですね。この右手前の場所、右手前の場所に、社務所をね、建築してもらいます。はい。お、いいね。プラティさんチームはこれで、土台 OK だね。ナイス。じゃあ、プラティさんは、ここにね、塔を建築してください。プエコさんチームの方もいい感じで土台がしっかりできたね。で、プエコさんチームの方はね、森林バイオームなので、プラティさんチームと違ってね、なんかちょっとあったかい感じの土地なんだよね。じゃあ、ここにプエコさん指揮のもと、社務所の建築をお願いします。よしっと、そしたら、あとは、問題は玉垣か。なんか、いいやつあるかな。わあ、アスファルトは本当になんかアスファルト。まあでもまあいっか。アスファルトでもまあありっちゃありか。これ、小石微妙光り輝いても見えるけど。ST さんどう思う？これ。この小石の参道とかどう？小石の道とか。キラキラ輝いてかっこよくない？これ。どうよなっていい。この小石の道。キラキラして綺麗じゃない？これ。やだ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 。おい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 。ヤケオさん真面目にやってください。私は至って真面目だよ。砂利でもいいし、玉石ブロックでもいいし、参道っぽいいい感じの土を混ぜ混ぜしてください。よろしく頼んだ。あー、プエコさんチームはいい感じで、あーなんかもう協力して建築って感じで進んでんね。そう。で、今回ね、ルカさんが、セブンデイズクラフトね、ナッティと一緒に初参戦で入ってきてくれたんだけど、ルカさんってさ、建築する？ルカさんってどんな建築が得意なんだろう？どうしたそんなに挙動って。これ痛いとこ疲れたやつだな、これな。んで、あ、いいね。マーさんのところのこの、本殿の部分、整地が完了しましたね。オッケーオッケーオッケー。で、そしたら、本殿の大きさをどんな感じになるかっていうのをちょっと高さ調整してみてもらえればと思います。うん。そんな感じ、そんな感じ。そんな感じでちょっと仕切ってみてもらえれば。よろしくー。さてと、おー、いい感じでなんか全体的に区画ができてきましたね。わ、プラティさん早いな、作るの。すごいな。もうすでに屋根の建築が始まってる。で、真ん中の本殿は、ああ、なるほどね。だいたいこんな感じで作っていくのか。さて、そしたらちょっと誰かにちょっかい出そうかな。ココナッティーくん。ココナッティーくん。ハケを持って何をしている？ココナッティーは2023年、目標としていることはありますか？いや、どういう1年にしたい？ 2023 年。脱停滞期。はあ、それは YouTube の話？それとも、ああ、YouTube ね。そう、やっぱ YouTube、やっぱ来年1年間ね、どういう YouTube にしていくか、みたいなのがあるよね。そう、アルファ21の話とかもあるからな。じゃあ、拠点の匠、お米先輩、絶賛土木建築中だけれども、来年の YouTube、一言で言うとどういう YouTube にしたいですか？めっちゃ暴れてんな、めっちゃ暴れてんな。全部ぶっ壊してやります！迎撃拠点どこ行った？迎撃拠点。来年、お米さんは多分キャラチェンジの年だな、これはな。みんな震えるぞ。みんな、セブンデイズ会が全員震えるぞ、これは。あ、ST さん、めっちゃいいか、いて、めっちゃいい感じじゃん、ST さん。ST さん、ここ落ち着いたら頼みがあるんだよ。参道をね、長くしなきゃいけないので、西側に向かって、20マスくらい延長よろしく。ちょっと重労働に耐えかねてきている。あーでもやる気やる気やる気。よしよし、いいぞ ST さん。よしよし、頼んだ。プラティさん、いや今絶賛建築中で多分集中してると思うんですけど、これ何作ってんですか？そう、プラティさんね、セブンデイズのバニラの動画で50の塔とか30の塔とか、なんかね、和風建築とんでもない動画いろいろ出してるんですけど、だからそれともちょっと今回見た目が違うんだよね。
何作ってんだプラティさん。こんなはしごとかなかったんだよね。青さん、プラティ先生は何を作ってるんですか。青さん、マジで忙しい。ST さん、取らないで。すまない。賛同にはあの人件費が必要なんだ。あ、人件費って言っちゃった。あの人材が必要なんだ。なんだ、ナッティ。うろうろして。なんか、仕事欲しそうな態度だな、それはな。逃げんなー。マーさん、すごいな。これ一人でもしかして骨組みしたのか。マーさん、もしかして、これ、魂抜けてる？マーさん、瞑想中か、これもしかして。いるの？マーさん、いるの？いるの？お話ししよう、マーさん。マーさん、お話ししよう、マーさん、マーさん、マーさん。いないよ。うるさいなー。うるさいなー。ミカもちょっと黙ってろ。ブロック探してた。あー、なるほどね。いや、わかるよ。私もさっき参道のブロック探すのにすごい時間かかったもん。採用されなかったけど。ちょっとね、マジでね、玉垣ちょっとどうしよう。なんかただの壁だともうただの進撃の巨人になっちゃうからな。どうしようかな。ちょっと何言ってるかわからない。壁の話だよ、壁の話。いやいや、進撃の巨人見たことあるでしょ、さすがに。なんでわかんねえんだよ。そうだ、ナッティもっと言ってやれ。進撃の巨人見たことないだと？じゃあ、青さんあれだな。今回のお正月は進撃の巨人を見よう。ああ、すごいな。また一気に見た目が変わった。50% は進捗いったかな、さすがに。ほぼほぼ、形になってきたね。高さ制限が、ああ、これよりさらにもうちょっと高くしたかった？足りないのか。あ、そっか、結構真ん中のアンテナみたいなやつ結構高いところまで。え、そんなに長いの？そんなわけないよね。そんな、え？みんないるかな ?1,2,3,4 まあちょっとよくわかんないけど、まあいいや。よし。じゃあ、行きます。じゃあ、お披露目会。はい。ちょっと混んでんだよな、この神社。混んでるな、この神社。並ばなくて大丈夫、これ。ファストパス持ってるので、はーい。あー、神社ファストパスあるんだ。で、ST さんがね、本当に参道と、あとこの鳥居、大活躍だったんだよね。いやー、うん、まさか作れるとは思った。そう、鳥居に関しては私何にも言ってなかったんだけど、ちょっと目を離した隙になんか鳥居できてて。もう悪いことしてるニュアンスなんだ。いや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 、素晴らしい。褒めてます、褒めてます。褒めてます。すいませんでした。いや、ほんとすごい。ほんと、参道は ST さんがメインだった感じだよね、ほんとにね。うん。ST さんしかやってないんじゃないの？逆に。そう、多分。この最初、小石を、嫌だと言ってしまった手前なんか。あれで断れなかったのか。なんかね、首横に振ってるような感じはしてたんだけど、なんか最終的にはちゃんとね、元気に飛び跳ねてたから、あ、やる気満々でよかったなって思ったけど、ちょっと後ろめたさがあったんだね。すいません。いや、本当にマーさんお疲れ様でした。半分ぐらいしかやってないけど、あとみんなに手伝ってもらいましたけど。いや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 、そう、このブラインドとかさすがだなって思って、その最初の間取りの時からもついてたじゃん、このブラインドとかさ。はい、つけました。うん、さすがマーさんや。もう疲れが見えるよ、マーさんの意見が。もうね、普段建築しないのに頑張った。自分で頑張った。そう、都合悪くてちょっとリュウさん来れなかったから、メインの建築する人がいなかったので。ああ、そうだね、そう、リュウさん忙しくてね、はい、やむを得なかったんだけど、いや、そんな中、はい、マーさんがね、黙々と一人で、うん、はい、はい、で最終的に屋根とかね、プラティさん合流してくれて、こう立ててくれてたりとかしてたんですけど、もう黙々とマーさんがね、間取り作って、壁作ってみたいな感じでね、はい、仕上げてくれました。
はい。まあ一つ言っとくと、全然黙々としてなかったけどね、まあさんは。一人でうるさかったよね。なんで？うるさくないでしょ。ずーっとブツブツ言ってやってました。だからうるせえじゃねえかよ。すいません。みんなの邪魔してました、すいません。このロープの配色は誰がやったの、これ。ロープの配色はマーさん。あ、さすが。ロープっぽいですよね。すごい。うん、本当にロープっぽい。ちょっと一見くす玉に見えますけど、ガラガラするやつです。ガラガラです。くす玉、くす玉、そんなことない、そんなことないで。そんなことない。これさすがに球体にしたらね、ちょっとくす玉かなってあるあるけど、全然大丈夫です。うん。くす玉になりそうだったんで球体やめたんです。そういうことね。一応一つの案としてあったんで。はい、皆さんお賽銭入れてくださいね。はい。スーパーチャット投げ銭よろしく。チャリンチャリン。チャリンチャリン。チャリンチャリン。してくださいよ。ちょっと用意したんで。ありがとうございます。スーパーチャイデです、はい、これ。はい。で、これ本来はね、一般の人入れないんですけど、これ今回私たち神様なんで、ちょっとね、この、拝殿の中にさらにこうちょっと入っちゃいまして、あ、どうしました？どうしました？入って、あれなんか、扉が一個、あれこれ、通気口か？どこ？なんか一マス空いてる？これ？なんで、あ、ほんとだ、なんで、どうして？一体何が？ちょっとちょっと、ちょっとちょっと。なんかさらに開いたぞ、さらに開いたさ。事故事故事故。事故事故。ぬとくぬとく。もうあの、一段階でいいから強化しないと塗る前に。何もなかった。いいね。よし。何もなかった。じゃあ、こっからよし、取っていくぞ。で、こっから先が本殿になるんですけど、で、ご神体みかん酒っていう。あ、勝手に置きました、マーさん。ごめんなさい。ありがとうございます。まさかのルカさん。断りなく置きました。よーいしょー。あ、まさか。それ。あ、事故が。届き物がいるなぁ。こんなみかんなんか壊してしまえ。みかん酒の御前の前だぞ。控えよ。だから。え、なんかもう水戸のご老公か何かいるの？はい。お酒が素晴らしい。そしてあのおみきが洋酒っていう、ありがとうございます。そう、おしゃれやね。いや、素晴らしかった。あ、実を言うと、うん、実を言うと、実を言うと初めてなんですよ、こんなでかいの一人で作ったの。あ、そうなの？初めてでこの、はい、クオリティだと。初めて作りました、うん、初めて作りました。ポテンシャルの高さ、素晴らしい。いや、すいません、荒くてすいません。いや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 、いや、今度まあいいっすよ。あの4人衆で同じくらいの大きさでなんか何か立ててみたみたいなことやったら、まあポテンシャルの違いがわかるでしょうね、良くも悪くも。まあ基本的にはろくなやつがいませんからね、4人衆なんて。本当ですね。で、次はどっちだ。よし、じゃあ塔行きますか、うん、で、この橋ありがとうございます。そう、本当にね、この天空神社の醍醐味であるその天空間天空間、天空間、そう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 、あの吹き抜けにしたかった。あー、 ST さんで、ここの赤い橋渡ってプラティさんの作品ですね。造形がすごいよ。すごいよね。これバニラで作ってっからね、本当にね。ありがとうございます。クールなんだよな。はい。淡白。高さ制限があって、本当はアンテナみたいなところはもっと伸びるんじゃないか。あ、やっぱそうだったんだ。そう、さっきね、10マスくらい足りないって言われて。本当にすまなかったと思っているって言ってください。そう、本当にすまなかったと思っている。言わせたいだけでしょ。うん、かっこいい、本当に。赤が映えるね。でね、これ、プラティさんが、こう、形をね、確かに作ってたんだけど、なんかね、若干、青さんも、ブロック組み立ててたんですよ。若干って言ったらあれだけど、あの、普通に組み立ててたんですよ。いや、今回、ほんと時間なくて、ちょっと真面目にやらないとまずいなって。うん、プラティさんが一面作って、うん、あの、他の部分を、
あの仕上げるっていうような感じでやりましたね。ああ、なるほど。これすごいんだけど、その実際に作業してみて思ったのは、そのなんていうの、同じパターンの繰り返しなんだけど、まあ、そのパターンが思い浮かばないんだけど、うんうん、それを思い浮かぶとなんか組み合わせるだけでこんな風になるんだっていうなんか新しい勉強になりましたね。うんうんうん。この塔の立て方はね、あのプラティさん動画出してたよね、確かね。その動画を参考にすればこんな感じで組み立てられるってこと？あ、まあもうできますよ。あ、そうなんだ。やったからもうぜひちょっと動画布教するわ。うん、布教した方いい、これマジで。だから薬莢さんがそれを見て作ってみたってやればいいわけだ。あ、ぜひお願いします。よくないぞそのノリ。よくないら、非常によくないら。なになになに、薬莢がやってみたシリーズじゃないの？そうそう、やってみたシリーズ。つらい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 。リアル料理は。で次シャームショーですね。はい、シャムショーはプエコさん筆頭にとお米さん、ココナッティ、ルカさん作っていただきましたね、これね。いや、でも一番早かったんだよな。クオリティ高くて、そして一番早くこれ着手し終わって、こうみんなを手伝ってたっていうね。手助けに来てくださる皆さんがすごい仕事早くて、おう、あっという間になんかいろんなものが出来上がっていく。素晴らしいな、そのチームワーク。チームワーク。私的にはこの、あの、おみくじの箱が一番好きです。あ、これね。これすごいよね。はい、僕とルカさんで作りました。うん、すごい。おみくじ。ルカさん、お米さん作。逆さんの左側にあるガラガラを振ってもらって、うんうんうん、で番号のおみくじをここから出す。あ、へえ、このタイプのおみくじやったことないな。で、おみくじのあの運が悪かったらこの木に結んで帰ります。ああ、なるほどね。これがおみくじの木ね。はい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 。タヌキの裏に。休憩するとこがあるんですよ。ちょっと待って、シャムショー従業員集合集合。え、なんだなんだなんだ、どうした。あの、薬莢さん表に回ってもらえると。はい、表に回ります。あのこれね、プエコさんとルカさんと僕が、うん、なんでこう、はい、揃った格好してたかっていう、この配色をよく見てください。はい、あー、巫女さん的な感じ。うん、着替えました途中で。あ、そういえば服装変わってるわ。ここからこの配色にしろ、はい、だから僕スカート履いてんですよ。なるほどね。シャムショチーム、シャムショチームこういう感じでした。なるほどなるほどなるほど。一人だけムックがいましたけど。まあムック、ちらっ、ちょっとムックあの今ちょっと放置状態ですけど、ムック、ムックあれ寝落ちしたんじゃないだろうな。あのムック寝てますね、あれ多分。さっきから眠い眠いよ。あらら。はい、そんな感じでした。ムック動いた。ムック寝てたでしょ。ちょっと今落ちた。やっぱりね、やっぱりな。いや、で、ナッティはどこをやったんだ？私は基本的に色塗りと神木と浮島の造形周り。なるほどなるほど。あとは私はここでお焚き上げを自分で、今年の役は今年のうちに。燃えてる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 。お水飲んで。え、ちなみにナッティさん、はい、社務所の従業員はあの制服があるみたいですけど、それに着替えるつもりは？それが私のね、清掃ということで。まさかの鳥居の上からではあるけども、視聴者の皆様に新年ご挨拶を申し上げましょう。それじゃあ今日のセブンデイズクラフトはここ、おーい。ごめんなさい。それでは最後に視聴者の皆様にご挨拶を申し上げて、本日のセブンデイズクラフトを終わりにしたいと思います。じゃあ行くよみんな。せーの。今年もよろしくお願いします。お願いします。ダメだー。